フランソワーズド・クロセイは、フランス系カナダ人のピアニスト。モントリオール生まれ。1992年のケベック音楽コンクールの優勝者であり、1994年のカナダ音楽コンクールの優勝者である。クロセイは、モントリオール、ポーランドのジェロナグラ、フェスティバル・デラ・ビル・デ・パリ、ストラスブール、ミュージカリバ・フェスティバル、ラビニア・フェスティバル、ロンドン・プロメナデスなど、 多数の国際的な音楽祭でソリストとして演奏した。1996年、モントリオール大学でナタリー・ペッピンの指導のもと、コンサート奏者のディプロマ資格免除を取得し、ネム創設者であるロレーヌ・バヤンクールと共に現代、音楽を収めた。クロセーは、カナダ、スイス、フランス、イタリア、ロシア、ポーランドなどで、数多くのコンサート公演をこなす一方、 ヘンリック・グレツキの歌曲を世界で初めて公演したり、シャリーのトグバイドゥリナとも北米で初めて一緒に公演したりするなど、多彩な方面で独自の創作活動を展開している。レコード業界でも活躍は目覚ましく、ポーランドのテレビ局が制作した、モントリオールのグレツキという短編映画などを含め、多数のラジオやテレビの録音演奏にも参加している。 クロセは、モントリオール大学、ローマのサンタチェチーリア音楽院で教えるほか、ムジカリバ音楽祭に参加している。最近では2003年から一緒に組んでいる、マウロマウルとデュオシリーズ録音のため、大手レコード会社と契約を結んだところである。二人のアーティストの添付の才能、演奏のみずみずしさ、そして音楽的素質は、世間の聴衆や評論家たちをうならせ、 世界的反響を起こしている。クロセイは、近年、イサーク・カラブチェフスキーの指揮で、ビライ・コール・ロボスの作品を演奏、有名な、ブラジル人、シンガーソングライターのジルベルト・ジルと一緒に講演し、ラドンナ2006年、ベアト・アンジェリコ国際賞の称号を授かった。ありがとうございます。